ベルシーアリーナはフランスのパリ12区にあるフランス最大の屋内競技場ベルシー体育館とも呼ばれる1984年2月3日に会場式が当時の白区パリ市長が出席してこけら落としこれまでに2度の世界室内陸上競技選手権大会の開催をはじめ2000年のヨーロッパ体操競技選手権 ATP マスターズ1000のパリマスターズ、1991年と1996年、2010年のユーロリーグファイナル4、バレーボールワールドリーグ、エリック・ボンパールハイ、世界フィギュア、グランドスラムパリ、世界空手道選手権大会、世界卓球選手権、世界ハンドボール2017、プロボクシング世界戦、WWE パリ公演、 ストリートダンスの世界大会ジュストズゥブなど大きなスポーツ大会やコンサートなどが開催されている。また、フランス国内でも著名なライブ会場で、ここでイベントを開催できる団体は数が限られており、日本でいう東京ドームのような場所である。ベルシーは2017年世界ハンドボールに向けて、回収が1億1000万ユーロの費用をかけて計画されている。 最大2万1000席収容に拡張されるという、ありがとうございます。